独立行政法人労働政策研究研修機構は厚生労働省が所管する独立行政法人である。労働に関する総合的な調査研究、研修事業等を行う。略称は JILPT。前身となった日本労働協会は労使紛争が激しかった時期に政府、労働組合、使用者団体のそれぞれから 中立の立場を取り三者の立場を調整する枠割りを担うため、日本労働協会法に基づき、日本で最も古い特殊法人の一つとして設立された。小ミ川淳平の人間の条件のモデルとなったとされる、住谷幹雄が会長の一人として名を連ねた。日本労働協会が担った事業として、労働問題の研究や国際交流のほか、労働問題の啓蒙活動を、 通じて、労働問題に関する理解と良識を培うことを理念した。短波ラジオを通じて、単行労働者などの思いを乗せた作文を放送するなど、労働者のありのままの姿を広報するなどの活動を行った。ともすれば、イデオロギー闘争に向かいやすい労使間の対立を、生産生産原則に基づく労使協調へと結びつける。 生産性活動の方向とは別のアプローチとして、労働者一人一人の目線から、労働問題の研究者の目線、労働組合活動家の目線、使用者側の目線のそれぞれを取り上げ、啓蒙活動、学会誌の発行などから国際的な労使関係者の交流を通じて、労働問題の一つの世界のリーダーとしての役割に、至るまで幅広く労働問題の日本の 総本山的役割を行ってきた。平成元年には日本労働協会法が改正されて日本労働研究機構法と題名が改められ平成2年1月1日の同法施行に基づき日本労働協会は雇用職業総合研究所と統合して日本労働研究機構へと発展的に改祖した。従来の労使関係中心の機関としての役割に 雇用職業総合研究所が有していた職業研究や学校から職業への移行研究などが加わったことを契機として労働法、労働経済、人事管理など日本で唯一の総合的な労働問題研究所としての基礎固めの段階となった。また、日本労働協会時代から行っていた労働教育事業、国際交流事業に加え、 総合的な労働問題の研究機関としての機能を活用した情報提供事業に力を入れ、法画的な存在だったパソコン通信、インターネットを積極的に活用した情報提供事業を国内外に展開した。主な活動、編集国際活動日本労働協会時代、日本労働研究機構時代に実施した国際交流事業では、 日本に招聘したイギリス労働党やイタリアの労働組合関係者から閣僚経験者を排出するなど日本の労使関係を目の当たりにした専門家が国政の中枢に入るという点で外交上の役割も果たした。ベルリンの壁崩壊に始まる東欧の民主化が起こった1989年以降には東欧諸国の政府、労働組合、 使用者関係者との交流活動を開始したがこれは日本の労働以外の分野を合わせても先駆け的な存在となり日本企業が東欧への投資を行うにあたっての障害を未然に取り除く役割を果たした日本企業の海外投資支援活動1980年代半ば以降から活発化した日本企業の海外進出では日本企業が 日本国内の人事管理方式をそのまま海外に移植することで現地の労働観光と衝突し問題を発生することが懸念された。これらの問題を未然に防ぐことを目的として海外進出する日本企業に対して進出先の労働関係の情報を提供することや進出先現地国の労使に対して日本企業の労使慣行に関する情報を提供するという両面にわたる 情報提供活動を行った。外資系企業に対する情報提供活動海外、進出する日本企業と同様に、日本へ進出する外資系企業も日本国内の労働観光と衝突することで問題を発生することが懸念された。これらの外資系企業に日本の労働観光に関する情報を提供することで問題を未然に防ぐという事業が展開された。 国際労使関係学会労使関係の国際的な学会である国際労使関係学会は日本、アメリカ合衆国、ドイツ、大韓民国などが中心的な役割を演じているが日本労働研究機構はイーラにおいても中心的な役割を担ってきた。労働教育日本の高校教育、大学教育では就職支援活動を行うものの解雇や 労働条件など労働者個人としての権利に関する教育といった身を守るための労働法に関する教育、最低限知っておくべき労働市場や労働経済の教育はほとんど行われていない。これらの労働法や労働経済などに加え労使関係、労働行政に関する知識について通信教育講座や座学を通じて労働教育事業を行ってきた。 独立行政法人労働政策研究研修機構法が制定され、一部の施行により、日本労働研究機構法が廃止された。平成15年10月1日からの施行により、日本労働研究機構が解散となり、独立行政法人労働政策研究研修機構が発足した。労働組合組織率の低下、金融規制緩は、 労働問題の個別化の傾向など、労働問題の解決に、性労使における調整よりも、自由な市場に委ねるという政権の方針の中で、日本労働研究機構の言っていた事業の中で、労使関係に類する事業は国内外にかかわらず、大幅に縮小された。その結果、日本労働協会以来の基本的な柱としての、政府、労働組合、使用者に中立とする理念が、 設置法から削除されることになった。同時期に日本の使用者団体における労使関係の調整をリードしてきた日経連が事実上経団連に吸収合併されることになった。労働政策研究、研修機構は労働省行政官の研修所と統合することで研究と研修の融合に加えこれまでの性労使に中立な労働問題の総合的な情報提供、 研究機関としての役割から労働行政に資するための政策研究所として大幅に役割が縮小された。一方、近年急速に社会問題化してきた非正規労働者やフリーター、ニートなどの問題を地道に研究し続けたことや、春闘の復活の動きの中で地道に労使関係をフォローしてきたことにより、これまでになってきた日本の労働問題における第一人者としての 役割が再認識されることになった。民間シンクタンクや大学などでは、カバーできない分野を成果として出せたことは、労働行政に資するための政策研究所としての役割の中で生まれたというよりもむしろ、労働者、労働組合、使用者の目線に立ち、人的なネットワークを維持、構築する中で育まれてきた日本労働協会、日本労働研究機構の DNA がもたらしたものと言える。 平成17年末に行われた一連の独立行政法人改革の中で廃止法人候補として挙げられたものの昭和33年以来50年にわたる日本の労働問題に関する人的なネットワークまで含めた総本山的な役割がこれら労働問題に関する社会的な関心の高まりや労使関係の役割に対する見直しの機運の中専門家や 学識経験者、労働組合、使用者団体など幅広い層の支持を受けた、署名活動などを背景に存続が支持されることとなった。独立行政法人や特殊法人などの経営手法に対する批判の声の中で、幾多の危機にさらされてきた、労働政策研究、研修機構ではあるが、労働問題、労使関係の役割が重要度をますます増してくる、近年において、 国内外における人的なネットワークを兼ね備えた機関は単なる厚生労働省の政策研究機関としての役割を超え働く人一人一人にとってどれほどの重要性を持つかについて規制緩和論者や行政改革推進者、独立行政法人廃止論者による批判を持ってしても慎重に考慮する必要がある。 労働問題への関心が薄れる中で、精力的な研究調査を行い、この研究分野でのリーダーシップを発揮している。国内、海外を問わず、日本の労使関係、日本の人事、労務管理に関心を持つ研究者にとっては貴重な情報発信地である。2006年9月、総合的職業情報データベースキャリアマトリックスによる情報提供サービスを開始した。 2007年12月の閣議決定において、一家の事業の見直しと効率化等を行うこととされた。労働政策研究、研修機構平成30事業年度決算報告書2020年3月30日閲覧、東京新聞2007年11月18日、実は、私の研究にも、例の機構の調査報告を使うことが多い。営利事業としてのシンクタイク市場に、 同じ質の情報を求めたら失敗に終わるに決まっている時代を読むロナルド童話・ドア学習指導要領2008年7月25日閲覧日本の労使関係と労働教育2008年7月25日閲覧毎日新聞2007年12月9日こうした若者の就労意識の変化については地道な基礎研究が欠かせないそうした研究を担ってきた 労働政策研究、研修機構時代の風、引きこもりの今、就労は、福祉の問題だ斎藤玉木玄田ラジオ。独立行政法人労働政策研究、研修機構の存続を求める研究者の会。2008年7月25日閲覧。行政改革推進本部事務局。独立行政法人整理合理化計画。2008年6月29日閲覧。 ありがとうございます。